フォーシーズンズデザインラボの沼田でございます。今季43ディグリースのスノーボードウェアジャケットのご案内をさせていただきたいと思います。今季こちら、ストイックに山を楽しんでいただきたいなという思いで、ピークジャケット、あとこちら、ゲレンデ内ですとか、あと普段使いも使っていただけるような、アーバンパークジャケット、この2型をベースにご案内したいと思います。こちらまず、中綿 60g とこちら中綿 80g と全部で4型のご案内となります。まずですね、ピークジャケット、こちらの方は、袖回りとか少し細めで、型紙で立体的にしたりですとか、あと他細かい曲線とかも型紙で立体的になるような作りにしていたりですとか、あとリュックを背負ったりしていただいた際に、そのベルトがこのファスナーに干渉しないようなファスナーの配置、そういったところでもうアクティブに山を楽しんでいただくようなモデルとして作っております。でこちら、アーバンジャケットの方ですね。こちらアーバンパークジャケットの方に関しましては、立体的な型紙を踏襲しながらも、ポケットを例えばハンドウォームポケットですとか大容量の、ポケット、まあ、横から入ったりですとか上から入ったりですとか、ポケットなんかでこう充実したような、まあ実用性の高いモデルで仕上げております。で、この4モデルのですね、共通部分としまして、こちらピークジャケットでご案内させていただければなと思います。まず生地スペックですね。耐水圧ですとか、耐水圧に関しましては1万ミリ、糖質に関しましては8000、撥水力に関しましては、一番いい5ランクついた、5級ついた、機能スペックになってまして、例年ですね、例年の撥水力より持続力を増した形で今年モデルはさらに生地スペック上がっております。こちらにまあストレッチ性とかついてくるので、より動きやすい形の素材を使っております。あと細かい仕様ですね、とところですと、まずフードは縦方向のこうクシュクシュクシュってなるような巾着のような仕様ではなくて、横方向のここで引くことによって横方向で調整できるので、頭の鉢、こちらの鉢がこう振るってもフードがちゃんとついてくるような仕様になってます。と襟ですね、襟に関しましてはこちらのモデルですと前側少し高めに設定して、後ろ少し低めに設定してます。なので首のこう上げ下げの時に後ろ襟が邪魔にならなかったりですとか、ヘルメットがぶつからないような高さにしてあります。ベンチレーションはダブルジップになってまして、袖側だけ冷やしたかったり体側だけ冷やしたかったりで、または全体冷やしたかったりと、バリエーションに応じてこう換気をできるような作りになってまして、少し長めの40センチという形で仕上げております。こちらのダブルジップの使いを、胸ポケットの方でですね、同じくダブルジップにしてまして、上からですと換気用のベンチレーション、下からですとポケットとしても使える。上から全部開けてしまうと寒い時にすごい寒くなって冷気入ってきますので、下からポケットとして使っていただくと保温の残したまま使ってもらえるかなと思います。あと各モデルそれぞれ同じなんですけども、右側の方にですね、このような形で、ガバッとめくれるような形になってます。でこちら僕らですね、スルーインホールといいまして、ズボンの胸ポケットの方に手をエントリーできるような、仕様になってます。このスルーインホールにつきましては、フロントファスナーサイドにも胸あたりに同じくこういう仕様がございます。このスルーインホールそれぞれ利用しまして、付属品がついておりまして、上の方にこのループですね、このループに取り外し可能なテープのキーホルダー設置してます。
こちらは鍵ですとか、あの袋に携帯とか入れていただいて落とさないような、キーホルダーになっておりまして、ポケット側から使っていただいたり、フロント側から使っていただいたりと、自由に使っていただくことが可能かなと思います。でこちらの、ポケットの、上の方ですね、こちらも同じテープ、こういうふうに縫い付けておりまして、カラビナなどを使っていただくと、この大きいポケットの中で細々したものが遊ばないような、こうテープとして使っていただければなと思います。でこのベンチレーションとこの、スルインホールとかのあるこのポケットとかの裏側ですね、汗を抜いてもらうために、風通しのいいメッシュ素材、あとは背面のここに汗たまりやすいので同じくメッシュ素材、保温材の、トリコット素材、袖の、滑りがいいタフタ素材、あとパウダーガードとかは腰の曲げ下げとかにこう効くようにスパン生地を使って、スパン素材と滑り止めのいいシリコン素材を使った滑り止めついたパウダーガードを備えてます。あとお袖のご案内ですね。お袖のご案内、お袖なんですけども、このタブ、よくこう畳んでこういう形になってしまって、この重なったところが寒いところだと痛かったりする時があるんですけども、中にゴム仕込んでます。なのでゴムを伸ばしながらきれいに畳んであげると、表面上フラットな状態で裏はこういうクシュクシュっとしたような状態でゴムとして機能することが可能です。あとですね、このハンドゲーター、こちらは少し薄めの仕様で仕上げておりますので、手袋をした際とかでも、中でこうゴロゴロすることなく使えます。とこのハンドゲーターのここサムホール穴ですね、指を通す穴、こちらも使わないときはフラットなんですけども、使うときは立体的にペターッと貼り付いてくれるので、同じくグローブの中でゴロつかないかなと思います。あとこちらですね、最近あのゲレンデとかだと IC 化進んでるので、 IC カードでここに IC カード入れていただいて、ピッピッっていう形で使うポケットがこちらに備わっております。で一応 IC カード化進んではいるんですけども、ローカルのゲレンデとかはやはりまだ係員に見せるパスケース使うところが多いかなと思いますので、同じ生地同素材のパスケース備えてます。このパスケース自体は先ほどの中綿 80g の方、こちらの方ですね、リップクリームとかこう入れてもらうような、少し肉厚のポーチとしても使えます。でこちら 80g の方で、あったかいモデルになってまして、襟ですね、襟が洗って取り外しできるような形で、毛足の長いものと短いもの2つついてきます。こちらの寒い方、寒がりな方とかに向けたモデルとなっているので、例えばお子様いる方ですとか、お付き合いでこう少し過酷な場所行く時用に、不慣れな方でも安心して使ってもらえるようなモデルとなっておりますので、用途に応じて選んでいただければなと思っております。あと、お色ですね、ピークジャケット、アーバンパークジャケット、それぞれ、ピークが6色とアーバンが5色、また60g と 80g でそれぞれある色ない色ございますので、そちらはウェブページの方でご覧いただければなと思っております。で今回ですね、いろいろ、機能紹介ご案内させていただいているんですけども、まだまだちょっとお伝えしたいことがございますので、そちらはオフィシャルのページの方でご覧いただければなと思っております。以上ですね、43 degrees 今期モデルの、ウェアのジャケットご案内となります。
ご視聴ありがとうございました。